8日無軍はアメリカ合衆国テキサス州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7879人であり、2000年の7322人から7.6%増加した。軍庁所在地はプレーンズ町であり、同軍で人口最大の都市はデンバーシティ町である。軍名はテキサス州の歴史家。 ヘンダーソン・キング・ヨーカムにちなんで名付けられた。ヨーカム軍は、州内に30ある、禁主軍の一つである。ヨーカム軍となった土地の初期住人は、スマジュマの族、コマンチ族、シャイアン族、カイオワ族などのインディアン部族だった。ヨーカム軍1876年に、ベア軍から分かれて設立されて設立された。1907年に組織化され、プレーンズが、 軍庁所在地になった。1900年では人口26人に過ぎなかった。この年、牧場が一つあるだけで作物を作るよりも牛の放牧に専念していた。1900年を過ぎても回遊するバッファロー狩猟者が主であり、牧場が所々にあるだけだった。1900年以降に土地が売りに出されて人口が増えた。 1910年では107の農場あるいは牧場があり、人口は602人に増えた。1920年では109の農場あるいは牧場があったが、人口は504人に減少した。この年、2万千頭以上の牛が記録されていたが、農産物の栽培は限られたものだった。約2200エーカーの土地に、トウモロコシが、 600エーカーにソルガム、47エーカーにに、綿花が植えられていた。1920年代、農作物の栽培が大きく拡大し、綿花が最も重要な産品になった。1930年までに1万エーカーの土地で、綿花を作るようになった。農場は239、人口は1263人に増加した。1935年、軍内では、 最初の油性が石油を掘り当てた。その後の公共によって、デンバー式の町が恩恵を受けた。1936年から1991年に1月1日までの、累計石油生産考は16億6403万6000バーレルになった。考えが進んで、ソルガム、綿花、アルファルファ、スイカ、トウゴマを栽培する土地が増えた。1982年、 軍内の土地の93%が農場と牧場になり、農地の44%は工作に使われていた。11万エーカーほどの土地に考えが施されていた。農業収入のうち95%は、綿花、ソルガム、小麦、干し草及びトウモロコシから得られた。1965年、1876年の軍設立を記念して、軍庁舎に、 テキサス州歴史指標が置かれた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は800平方マイルであり、事実上すべてが陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。